ございます。今日はお知らせすることがあるのですが。今夜パーティーが行われることになって、私たちもそれに正装で出席していいとお許しが出たのです。はい、旦那様のお孫様がいらっしゃるので、それに合わせて社交パーティーをと。話では旦那様のご親戚や本社の重役の方々も大勢いらっしゃるようです。おそらくマリアお嬢様のご紹介がパーティーの趣旨になるのではないでしょうか。ではありませんよ、ドクター。ドクターもご出席の人数に入ってますから。せっかくお呼ばれしたのですよ。この機会にストレスを発散させてはいかがですか。それに私たちの清掃服姿を見られるなんて、もうこれしかありませんよ。ご心配なく、ちゃんとお貸しいたします。実は私たちもお借りした衣装で出席するのです。ですから何も遠慮することはありませんわ。では決まりですね。後ほど衣装を何着かお届けしておきます。パーティーは夕食の時間にお庭で行われますので、着替えが済んだらお越しください。ジェーン、ディアナ、ミレイが呼ばれています。発言には問題があるように思います。でも確かにおしゃれができるのは嬉しいですね。自分が女性であることを誇れる瞬間ですから。精一杯おしゃれしていきます。
おい。見物するのはいいが、粗相はするな。お嬢様はことのほか礼儀に厳しいようだ。いいか、お嬢様が到着したら直立不動で頭を45度下げ、通り過ぎるまで息もする。これこれ、着いた早々挨拶もせずに。だって見たいんだもの。いいでしょ？ね？待ちなさい。今夜はお前のためのパーティーだ。早く衣装を決めないと。あ、そうか。大変、急がなくちゃ。まったく仕方ない子だ。ねえ、おじいさま。私のワインレッドの首飾り届いてる？おお、マリアの欲しいものはみんな揃えてあるぞ。ありがとう、おじいさま、大好き。お前の部屋もきれいにしてある。さあ、続きは屋敷に戻ってからだ。お嬢様、お目汚した物体を放置してしまいました。どうぞお許しください。さあ、外は冷えますので、どうぞお屋敷の方へ。え、でも。ここは私にお任せください。さあ、おじい様がお待ちです。要するに、お呼びじゃねえんだよ。おお、来たな。ささやかながら、今夜は無礼講だ。食事もワインもたっぷりある。
ここでは普段の身分にとらわれず存分に楽しんでくれたまえ。我が孫娘マリア・パドリードに祝福を。ではまた後でな。ジョセッタ姉様、もう会えないのかな。お嬢様。早急にご指示を仰ぎたいことがありました。おじい様は？会長はお客様とご関係します。そう、仕方ないわね。じゃあ私が代わりに聞くわ。連れてこい。はっ。おい、こっちへ来るんだ。何なの、この人。実はこの男、本社の運搬船の船員なのですが、不審な行動が目立つため調べさせたところ、どうやらインターポールのエージェントであることが判明しました。この人が？まあ、下っ端の下っ端でしょうがね。このパーティーで屋敷の人間が出払ったものが侵入を試みてたところを先ほど捕まえた次第です。このところいかがいたしましょうか、お嬢様。とりあえず知ってることでも明かせますか。そうね。お望みとあればこの場で始末を。私と同じぐらいなの？お前らのやり口は分かってる。俺はそのための訓練を受けてきた。拷問でも何でもやればいいさ。そんなことで俺は屈服しないぞ。ねえ、アントニオ。はい。この人はスペインに送っちゃって。承知いたしました。嫌だ。
と歩け。嫌だ嫌だ嫌だ、スペインだけはやめてくれ。見事な処置でした。じゃあ、あとはお願いね。縁も竹縄となってまいりました。これより我がコムニオン自慢の楽隊が皆様に素晴らしい音楽をお届けします。ご希望の方はどうぞパートナーとご一緒にダンスをお楽しみください。それもそうだね。じゃあ踊りましょう。リードはお任せするわ。